フスティサボールチは、ハンガリーの元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。2002年、フェレンツバーロシュ TC で、プロデビュー。レンタル先の FC ショプロンでの活躍が認められ、2004年4月の日本戦で A 代表デビュー。いきなり、ゴールを挙げ、勝利に貢献した。フェレンツバーロシュ復帰後もコンスタントに活躍し、グラスゴーレンジャーズ FC。 ウエストブロムウィッチアルビオン FC などからオファーが届くも2005年夏、フランスの FC メスへ移籍。しかしフスティはあまり出場機会に恵まれず、チームもリーグデュエッと降格し、わずか1年でメスを後にすることになった。2006年7月、ハノーファー96へ移籍。高精度の左足のキックを武器に、在籍3年半で81試合17得点の結果を残した。 特に2007から2008シーズンは10得点7、アシストとチームの8位の立役者となった。2009年に入ってからは、中村俊介の後釜として、セルティック FC から獲得オファーが届いていたが、最終的には、同年2月にアーセナル FC へと移籍したアンドレアル・シャビンの後釜として FC ゼニト・サンクトペテルブルクへ移籍。2010年9月、 所属クラブでのプレーに専念するとして、代表からの引退を表明した。2012年7月、フルスハノーファーに3年ぶりに移籍。2014年7月、中国サッカースーパーリーグの長州がタイに移籍した。2015年12月、アイントラハとフランクフルトへ2017年6月までの1年半契約で、完全移籍した。2017年、長州がタイに復帰した。 2018年1月11日、母国ハンガリーのビデオトーン FC に移籍した。ありがとうございます。